セカンドアウト。まあでもダニエル・アカーシはやっぱり逃しませんね。はい、チャンスと見るとグッとラッシュをかけてきます。右の目は塞がりかかっています。河村、さあもうリング中央を取りました。ダニエル・アカーシをさあ回り詰めるか。河村、いやーしかしジャブが効いています。アカーシは左もらった、沈みかかる、しかし倒れない。アッパーで入るストレート、いや少しずつ見切り始め見切っているか。これももらっている、しかし倒れない。コンプレスのために耐えています。河村突き放した、ワンツー届いていません。これも届いていません。これもそうです。いや赤星がギリギリで生きています。赤星がちょっと冷静になったので、冷静になりましたね。逆にこの付ける隙がちょっとなくなってきましたね。逆にパンチがせ、これ危ないですね。左のフック前に出てくる。パンチを何発もらっているんだ。1ダース以上顔面に強いパンチもらっています。川村亮、青コーナーシュートボクササイドに押し込まれています。まあ、赤潮のウエイト自体がこうプライドオブ指導の時よりはちょっとこう絞れてる感じではないので、スタミナ勝負に行きたいか。いやしかし非常にダメージが大きいか。川村クリズモからショートアッパーが踏み出ます。これが怖い、突き放した。あーちょっと右目がもう塞がってますね。相当赤潮の左からの攻撃がちょっと見づらくなっています。目の骨折とか大丈夫かなっていう。そうですね、まあ、それもあったかラウンド始めに赤潮がこうアピールしてたんですね。 あいつ目が危ないぞ。前足をインドを放っていきます。しかし赤潮も決してスタミナがこれ自信がありそうな感じではないんですね。ワンツー、まだスピードあります。河村前に出る、これ取れた。ボディ行きたいですね。あーなるほど、上に散らしといて相手があの、のけぞるように避けてくれてるんで。はいはいはい、そこまで冷静でいられるかどうか。本当河村がしっかりまだ体も振ってますね。ガードも良く上がってますし、アッパー、しかしちょっとこうパンチのみになっています。胴が流れる、右手ハッね、いやーすごい、いやーすごすぎた。いやここまでファンクラスの会場が興奮するのはあのダニエル・アカーシを一撃で右のかぶせるようなパンチフックでテンプル打ち抜きました。いやーよかったです。そうですね、いやー本当に、いやっぱり歴史的な日になりましたね。なりましたね、はい、でも正直こう相手はあまりにも強い男です。ここまでの対戦を考えると厳しいか。 どれだけ頑張って賭けの格好をつけてくれるかぐらいの感じもあったんですけどね。お見それしました。いやー良かったです。まあ、近藤選手もファンクラシスト、はい、ファンクラスのいわゆるファンクラシスト情報人として、はい、まあ、ファンクラスのこう、まあ、ここまでのなかなかこう、はい、いい結果が出なかったということにはきっといろいろ感じているところもあると思いますけど ね。いやもう本当に誇りですね。そうですか、はい。そしてライトヘビー級にすごい日本人が来ましたね。そうですね、チャンピオンどうでしょう。
その時はもうあれですけどね、はい、でも刺激的な戦いだったんじゃないでしょうか。そうですね、本当に、本当によかった。ファンクラスを背負っていきます。これからも応援よろしくお願いします。ありがとうございました。ファンクラス勝負人は多い方がいいですよね。そうですね、はい。近藤選手改めて、ファイターとしても刺激になったんじゃないですか。はい、もうそれもなりましたけどね、本当なんですかね。いやもう期待に応えてくれましたね。そうですね、ファンクラスの未来が明るく見えるメインイベントです。正直ここのところフラストレーションの溜まっていたファンクラスファンの方は多くいらっしゃると思います。すっきりしたんじゃないでしょうか。いやこれから希望を持たれたんじゃないでしょうか。いずれにせよ1ファイター川村亮としても素晴らしい戦いでした。素晴らしかったです、はい。ゼニの取れるプロフェッショナルなところを見せてくれましたね。改めて申し上げましょう。初のメインイベンターです。ライトヘビー級の戦いでした。今年のレオブラッドトーナメントライトヘビー級王者がなんとブラジルのシュートボクシングアカデミーダニエル・アカーシを一撃でノックアウト。とんでもない世界の格闘技界へのデビューを果たしました。その名はファンクラスイズム川村亮です。